シャルレーヌ、エディット・マガリ・ギニャールは、フランス出身、イタリアの女性フィギュアスケート選手。パートナーは、マルコ・ファップリなど。2014年、ソチオリンピックイタリア代表。2012年、ババリアン・オープン優勝。2019年、欧州選手権同メダル。フランスのブレストに生まれ、1993年に、スケートを始める。2006年からは、ギオーム・ポルミエとカップルを組み、 世界ジュニア選手権に二度出場した。2008から2009シーズンをもって、ポルミエとのカップルを解散した。2009年5月にパートナーを探しており、イタリア人のマルコハッブリから連絡を受け、トライアウトを行った。その結果新たにカップルを結成することを決め、6月には、ミランに練習拠点を打ちしバーバラフーザルイコールポリの指導を受け始めた。 所属国の変更を行ったために1シーズンは試合に出場できず2010から2011シーズンからイタリア代表として滑り始めた2010年ゴールデンスピンでは銅メダルを獲得2011年世界選手権では19位に入った2012年ババリアンオープンではシニアの国際大会で初優勝を果たした2013年8月 イタリアの市民権を取得した2013から2014シーズン欧州選手権では8位、ソチオリンピックでは14位。ありがとうございます。